ザカツです。今日はハンドメイドアーティスト小里さんを紹介します。皆様こんにちは。ハンドメイドアーティスト小里という作家名で、パーツから選べるオーダーメイドのアクセサリー作りやワークショップをやっています。今日はサニーちゃんにパーツを選んでいただいて、アクセサリーを作ってワークショップも体験していただきます。じゃあ、基本の色から見ていきます。はい、手のひらを出していただいてもいいですか。はい、血がシルバーで、血がゴールドです。はい、どっちが映えます、映えるかな。そうですね、ゴールドの方が映えます。じゃあゴールドの方で見ていきます。はい、ゴールドだとこういう色合いになっていくんだけれど、チェーンだとこれとかこういう感じで見ていくんですけど、これはシルバーなのでやめて、こっちと比べていきます。とどっちのが映える感じでしょう。どっちなんだろうかとこっちだと重たい感じがして、こっちの方がこう明るいですね、キラッとする感じがあるかなと思うんですけど、はい、こっちに行きますか。はい、今度長さとか大きさを見ていきます。とこのチェーンだと長さが選べるんですけれども、じゃあ鏡を持っていただいて、はい、こっちが短いタイプ。髪の毛も長いし、このくらいだとあまり存在感がないかなと思うんですけど、こっちのぐらいの方がアクセサリーがあって、サニーちゃんが引き立つかなって思います。はい。じゃあ今度はチェーンも選びます。はい、じゃあもう一回手のひらで、首元で手のひらで一度合わせて、ゴールドのチェーンもいろんな種類があります。好みのチェーンありますか。そうですね、混ざっちゃった、はい、結構普段華奢な感じが好きですね。ね、ですかね。これはちょっと大きいかなと思いますね。からこの辺なんですけど、案外選んでる華奢なのだと、なんかこう馴染みすぎちゃって、そうアクセサリーにするならこうキラッと光らせたいかなと思うので、今日思い切ってこっちのこの2本はいかがですか。いいと思います。じゃあこっちの2本で選んでいきます。はい、最後に長さですね。このピンクのチェーンで作っていきます。はい、これは顔の高さに鏡を持っていただいて、はい、人の輪郭によって長さってすごく変わっていくんですけれども、この辺に沿う感じだとまたとてもいいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、じゃあこれのピンクで、じゃあこの長さで仕立てていきます。はい、じゃあ3人ちゃんに選んでいただいたこの3種類のパーツを使って仕上げていきます。では実際に作っていきます。じゃあこっちの長さに合わせてカットしていきます。長いのと短いのがあるんですけど、どっちが長いと思うか、こういう感じか、
3体も選べます。これで片方のパーツができました。長さ確認して仕上げていきます。金具はこのフックでいいですか？はい、こんな感じ、長さ、はい、片方できました。つけてみます。あ、じゃあ右もう片方も作ります。完成できました。すごい似合ってます。普段イベントなどでは自分で作れるブレスレットやこういったビーズを選べるイヤリングをやっているんですけれども、今日はサニーちゃんに小瓶のワークショップを体験していただきます。ではこちらの丸瓶に詰めるビーズをサニーちゃん選んでください。はい、この中にこれ入れたいものを出してみてください。何粒か、
かこういうこのくらいの大きさのも選んでみてください。はい、作っちゃいますね。よかったです。入れてみましょうか。はい、はい、大きめのはちょっとつまんでもらって、あとお皿を斜めにして入れてみてください。はい、散らかっている気がする。いや、なんかちょっとこういう締め色をまた入れてみると雰囲気が変わると思います。はい。というか、スプーン出しますか。はい。はい。大丈夫です。近づけてスプーンで。近づけて。はい。いいですね。どうでしょうか。じゃあそれで蓋をつけてドラップをつけます。はい、しっかりします。これで固めます。3分ぐらいお待ちください。はい。固まります。じゃあストラップをつけてお渡しになります。はい、オリジナルのさストラップが出来上がりです。かわいい。皆様、動画を見てくださってありがとうございました。イベント出店なのでオリジナルのアクセサリーやワークショップやっていて、ワークショップもイベントによって考えたりもしてますので、ご連絡お待ちしてます。深谷市ではわざびとを紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。チャンネル登録お願いします。にゃはっ。